はい、こんにちは。ショービーアルチャンネルです。先日オキュラスクエストが大幅なアップデートしました。オキュラスクエストを持っている人には朗報です。オキュラスリンクという機能が公開されたんですよ。このオキュラスリンク、どういう機能かというと、オキュラスクエストを対応の USB ケーブルでパソコンに接続することで、PCVR と同じようにオキュラスリフト用だった高品質アプリもプレイできるようになるというものです。例えばですね、Google Earth VR とか、先日公開されたストーンランドとか、より高品質なアプリがプレイできるようになります。今回オキュラスリンクを使えるようにするための条件とか、手順とか、実際のプレイしてみたところを動画にしたので、ご覧ください。まず確認してほしいのが、パソコンのスペックがオキュラスリンクで対応しているかどうかです。特にね、グラフィックボードを確認してほしいです。ここに表を載せておくんですけど、AMD は対応していません。表の中にあるグラフィックボードだけが対応してます。ただ、オキュラスクエストのベータテスト中に、対応グラフィックボードは追加されるようなんで、ここ対応してなくても諦めずにたびたび確認してみるといいかもしれないです。リンクは下の概要欄に載せておきます。CPU は Core i5 の 4590 と、メモリは 8GB 以上が必要です。ちなみに私のパソコンのスペックは、グラフィックボードが GTX の 1080Ti で、CPU が Core i9 の 9900、メモリが 32GB という環境です。もう一つ確認してほしいのが USB ケーブルですね。高品質な USB 3.0 のケーブルが必要です。基本的にはパソコンに接続する側の Type A から、クエストに接続する Type C のような、こういうケーブルが必要になってきます。一応、オキュラスはアンカーのパワーラインというケーブルを推奨しているみたいです。ただ、オキュラスリンクの影響のせいか、Amazon で3メートルのものが品切れになってますね。なので、私は 1.8 メートルの方を買いました。ちなみにこれはパワーラインのプラスの方ですね。多分ケーブルがナイロン素材になってるっていうだけっぽいです。耐久性はあると思うんですけど、その分ちょっと重くて、ケーブルがちょっと硬いんですよね。なので VR のケーブルにはちょっと向いてないかなと思います。1.8 メートルだと短いなと思ったんで、ちょっと考えました。延長ケーブル使えばいいんじゃないかということですね。こちらを購入してみました。これ延長の接続部分がタイプ C になってるんで、タイプ A より軽くて邪魔になりにくいかなと思います。これで合計 3.6 メートルを実現しました。実際これで問題なくプレイできてます。他にもアンカーじゃない適当に買ったケーブルがあるんですけど、そちらでもプレイできました。ケーブルは普通に挿しただけだとコネクタ部分に負荷がかかってしまうんで、このようにしてみました。ちなみに年内に公式の5メートルの光ファイバーケーブルが発売されるみたいです。品質はかなりいいらしいんですけど、80ドルするらしいので、よほど品質が見てわかるレベルに向上するなら、まあ検討するって感じですかね。さらに今後は無線化も計画中らしいですね。ではこれで事前準備は以上で、実際の作業に入っていきます。まず、オキュラスクエストの設定タブでファームウェアのバージョンを確認してください。バージョン 11.0 以降になってなかったらアップデートしてください。次にパソコンにオキュラスアプリをインストールします。もともと入っている場合は、バージョンが 1.43 になっているか確認してください。なってない場合は、ベータタブの公開テストチャンネルをオンにしてみてください。インストール方法は、まずオキュラスアプリのダウンロードページに行きます。URL は概要欄に貼っておきます。で、ダウンロードしたファイルを開いてください。で、スタートボタンを押します。これ同意するで。で、フォルダを決めてインストールしてください。結構容量あるんで時間かかります。インストール完了したら、オキュラスのアカウントの設定を進めていきます。で、ヘッドセットはクエストですね。ここでパソコンとオキュラスケースを先ほど用意した USB ケーブルで接続してください。うまくいけばチェックマークがつきます。オキュラスケースの画面でこういうの出たら、許可しないを選択します。オキュラスリンクを有効にしてください。これでオキュラスリンクが起動されると思います。スムーズにいけばいいんですけど、自分はそうはいきませんでした。もしできなかった場合は、まず確認してほしいのが、オキュラスアプリのデバイスの設定の部分です。ここがチェックになっていることを確認してください。USB ケーブルが対応しない場合とか、USB 3.0 のポートに刺さってない場合は、バツマークになります。あと自分がちょっと迷ったのが、オキュラスリンクを起動したら画面が固まってしまったんですよね。と思ったんですけど、ちょっと調べてみたら、パソコンの前面の USB 差し込み口に挿してたのがダメだったみたいです。背面のマザーボードに直接挿したら動くようになりました。で、これが実際に起動してみたところなんですけど、動きはほぼ遅延を感じなくてスムーズです。
ただ気になったことが一つあって、オキュラスリンクを終了してオキュラスクエストのホーム画面に戻るじゃないですか。その時にあれ画質がいいなって感じるんですよね。つまりオキュラスリンクで画質が下がってるんじゃないかなと思います。体感なんで実際の数値は分からなくて、ケーブルの品質問題かもしれないんですけど、ツイッターとか見てても画質はやはり劣るらしいですね。オキュラスリフトの画質と比較するとほぼ同じぐらいらしいです。この前バーチャルデスクトップで Steam VR をプレイする方法という動画を上げたんですけど、その方法で PC VR をプレイした時と比較してみました。バーチャルデスクトップの方がちょっと画質がいいです。これは結構見てわかるレベルだと思います。遅延に関してはバーチャルデスクトップは Wi-Fi の環境で画像を飛ばしてるんで遅延があるんですけど、オキュラスリンクの場合はかなり優秀だと思います。あとはバーチャルデスクトップが無線であるということと、オキュラスリンクが有線であるということですね。まあ比べると一長一短で好みにはなると思うんですけど、音ゲーとか遅延にシビアなアプリをやる場合はオキュラスリンクいいと思います。あと Wi-Fi 環境がなくてもパソコンにケーブルを挿せば使えるという点はいいと思います。今回オキュラスリンクがリリースされたことで、まあ、以前までも非公式でオキュラスクエストで PC VR はプレイできてたんですけど、今回で公式に PC VR がプレイ可能になるというのはかなり大きな進化をしたんではないかと思います。個人的には PC VR は Vive Pro しか持ってなかったんで、オキュラスリフトだけにしか対応してないゲームがプレイできなかったんですけど、これでね、Steam VR とオキュラスリフトの専用のアプリも全部網羅できるようになったのが嬉しいですね。もう一つ今後に大きなアップデートを控えていて、それがハンドトラッキングですね。これはかなり期待してます。これを付け外しするときに、これはこうやって付けれるんですけど、これでコントローラーどこだって言って、この動作がいらなくなるっていうのはかなりでかいと思いますね。外すときはこうやっていいんですけど、コントローラーもこうやって置く場所をこう見つけたりしないといけない。この動作がなくなるっていうのはすごくいいと思いますね。スタンドアローンプラスハンドトラッキングってことは、このコントローラーが不要になるんで、これだけで良くなるってことですね。これかなりでかいと思います。ハンドトラッキングは2020年の初頭にリリースされるようなんですけど、どこまで最強の機種になるんだって感じですよね。ということで、この動画が少しでもためになったと思ったら高評価。今後も新発売のゲームとか VR に関する情報を発信していくんで、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、ありがとうございました。